十二因縁を示した仏画読みの倒し。仏教では、A によって B が生ずると因果性を説く十二因縁。あるいは、十二縁技とは、仏教において、現実の人生の苦悩の根源を断つことによって、苦悩を滅するための十二の条件を系列化したもの。仏教の基本的な考えの一つである。熊羅十役では十二因縁とし、現状役では十二縁技や十二牛と訳す。 他にも十二支援儀、十二支援年などと表記する場合がある。十二因年の詩文は、無名、項、式、名色、六書、触れ、受け、愛、取り、あり、生、老子の十二個であり、この十二個の詩文において、無名によって項が生じるという関係性を観察し、行から次第して、生や老子という句が成立すると知ることを、循環という。 また、無名が消滅すれば、今日も消滅するという観察を逆観という。循環と逆観の両方を行って、人間のありように関する因果の道理を明らかにした、結果、因果の道理に対する無知が苦悩の原因であったと、悟る。その際には、苦悩が消滅し、根源の無名が消滅しているためリンネもなくなると、される。無知が、すっかり消滅すれば、 生活作用も滅し、生存が滅すれば出生も滅し、出生が滅すれば、老い年、憂い、悲しみ、苦しみ、憂え、悩みも滅する。このようにして、すべての苦の集まりが滅すると、立造大分別、一、一、に無明無知、過去世の無視の煩悩。煩悩の根本が無明なので代表名とした。明るくないこと、迷いの中にいること、 強生活作用、潜在的形成力、思考作用。物事が、そのようになる力、イコール形式識別作用。好き嫌い、選別、差別の元ないろ物質現象と、精神現象。物質的現象世界。名称と形態。実際の形と、その名前。六所六つの感字機能、感覚器官、目指せつ味の六感感。六乳とも言う。 触れから6つの感覚器官に、それぞれの感受対象が触れること。外界との接触。受感受作用。6書。触れによる感受。愛かつ愛。猛衆。鳥から執着。有存在。生存。生から生まれること。老子から老いとし。主要な転居として大遠鏡があり。 その冒頭に十2の四分の原型となったとおぼし、パターンの記述があるが、12の四分として整然と理論化されてはいない。ありがとうございます。